皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本の女性アイドル、女優、モデルである児玉ハルカさんです。彼女は1998年6月19日に東京都に生まれました。身長は 168cm、 血液型は B 型です。彼女は2014年に行われた MISID2015 のオーディションでグランプリを獲得し、芸能界デビューを果たしました。その後2015年に放送されたドラマ「学校の怪談」で女優デビューし、注目を集める同年女性グループアイドル電波組インシの新メンバーとして加入し、歌手活動もスタートしました。以降彼女は多数のテレビドラマや映画に出演し、演技力の高さを発揮してきました。また2017年には舞台「マクベス」で主演を務めるなど舞台でも活躍しています。2019年にはファッション誌 VOGUEJAPAN の表紙を飾り、さらに注目を集めました。彼女はその独特なキャラクターとその表現力の高さで若い世代から支持を集めています。また音楽性も高く歌唱力も持ち合わせており、その才能の幅広さで多くの人から愛されています。2019年には個人のアルバム東京コレクションがリリースされ、音楽活動も本格化しています。同アルバムは自身がプロデュースに携わり、その多彩な音楽性を存分に発揮した作品となったしています。実際の彼女の活躍にも注目が集まっており、彼女がますます多くの人から愛されることは間違いないと思います。以上が児玉ハルカさんのご紹介でした。彼女の活躍をこれからも心待ちにしていましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではモデル、女優、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。